長崎市の浜屋百貨店に食欲の秋到来です。長崎の美味しいものが勢ぞろいする秋の県産品祭りが開かれています。サックサクの松浦アジフライ、その場で焼き上げる対馬アナゴ飯に甘いスイーツなどおよそ2000点の長崎グルメが並ぶ浜屋百貨店の第32回秋の県産品祭り。台風10号の影響で1日遅れた初日でしたが、オープンを待ち望んだお客さんが列を作っていました。毎年来られてるんですか？うん、あるたんびお酒、ジン6050円、キャーン、そこ貸していくよ。お目当ては五島椿蒸留所のごとじん。開店すると早歩きで売り場に向かい、毎年盛況の秋の県産品祭りは県物産振興協会が主催し、県内各地から51店舗が出店、うち4店舗は初出店です。まずは今回初出店の川棚町にある古民家レストラン心へ。川棚町の特産品オムシトマトを使った鉄板オムライスを実演販売しています。イートインでもテイクアウトでも楽しめます。川棚町の特産であるオムシトマトを知ってもらいたい、この機会にぜひ知ってもらって食べて、普通のちょっとオムライスとはちょっと違う、ソースが違うので、トマト好きの人に刺さるオムライスだと思うので、トマト好きにはの方にはぜひ食べに来ていただきたいなと思います。トマト好きの私牛島も実食です。口の中にもトマトの甘みと旨みがジューッと広がってきます。そして卵のふわふわ感、さらにこのライスにもトマトの旨みが凝縮されているので、これもトマト好きにはたまらないオムライスですね。お次は諫早市に実店舗を構える肥前屋ランドール。贈り物にぴったり、雲仙市の玉ねぎや20種類のスパイスなどをふんだんに使い、3日間かけて煮込む長崎和牛がコロッと入ったレトルトカレーを販売しています。試食も可能です。わ、お肉ホロホロです。ちょっとピリ辛なんですけど、スパイシーで本当に、うわ、ご飯絶対合いますね。ランドールのオリジナルカレーと特選カレー、ぜひ召し上がってください。よろしくお願いします。スイーツも欠かせません。カステラでおなじみ文明堂総本店では、秋ならではのどら焼きが味わえます。栗のあんこですね、サイズ限定でダブルと言いまして、通常のサイズの2倍の栗のあんことなっております。その名も栗ダブル三笠山。気になるお味は？もうあんがこぼれてきそう。いただきます。栗が甘いです。あんこが滑らかで、また生地はですね、ほんのり甘いんですよ。でこう噛んでいくたびに栗の旨味がどんどん口の中に広がって、これはもう秋ですね。栗ダブル三笠山は税込み260円で楽しめます。諫早市のジャージーファームでは、暑さを吹き飛ばしてくれるようなさっぱりとしたソフトクリームをいただけます。このソフトクリームを食べるためにやってきたという女性も一緒に堪能しました。さっぱりします。
もうミルク感しっかり伝わってきますね。なんか一気に進みました。長崎の美味しいものが盛りだくさん、秋の県産品祭りは9月8日までです。